大人の学校、衆議院選挙は9月になりそうですね。今年はかなり長期戦の選挙の活動の時間があると思います。先日、私の近くの議員さんから DM が届きました。A44 ページの新聞ですけど、そこにこんな QR コードが5つついてました。 えーこれは a 4ホームページだから5つつけられるわけですけど例えば名刺に QR コードを5つつけるわけにはいきませんねそしてポスターにも5つも QR コードをつけるのは結構ゆっくり見てもらえないわけですから厳しいわけです選挙の時の7つ道具は例えば名刺は必要でしょうしそれから三つ折りのパンフレット それから広報のチラシ、新聞広告からポスターと多岐にわたるわけですけど、えーああ、選挙カーのボディにも QR コードをつけることもできますよね。でも、5つの QR コードを全てのところにつけるのは、甚だ厳しいわけです。そんなときに、私たちのマジック QR っていうのは、あ1つの QR コードから、 最低でも20個の URL がつながるわけですから、例えばそこに、子育てについてはこんなこと考えてますよ、介護についてはこうですよ、経済についてはこうですよっていう項目に対して、インタビューがあったものに答えてるものがあれば、その議員さんの考え方が手に取るように分かるようになるのではないでしょうかと、まだ9月までかなり日にちがあるわけです。 そんな長丁場の時に、今からでも一つ一つのテーマに対して、自分はこんな思いを議員になってやりたいんだっていうことを、思いを伝えるということが重要だと思うと、ただ、ブログとかフェイスブックとかなんかを羅列するのではなくて、考え方をそこに入れるということは重要なことかと考えています。ぜひ全国のの議員さんの 考えていることを表へ出すことによってその地域がより良くなり地域が良くなって社会全体が良くなるそんなことも印刷会社としての大きな使命ではないかと考えております。